どうも、ハンサムクロチです。今日もパン食べます。今日はセブンのパンです。こちらしっとり卵蒸しパン。前これを牛乳につけて食べたんですけど、今度はねこれを焼いてみたいと思います。なんかツイッターで焼いて食べると美味しいっていうのがね出回ってたので試してみたいと思います。すごい美味しくなるぞ。どんだけ美味しくなるのかやってみましょう。じゃあ下準備しましょう。椎茸みたいに切ります。飾り切りってやつですね。こんな感じで包丁で切りました、ね、斜めに包丁入れて真ん中が開くような感じ で、ここの真ん中にバターを乗せてオーブントースターで3分焼くと美味しくなるそうなんですけど、ただうちトースターないんですよ。オーブンで焼かなきゃいけなくて、うまくできるか分かんないので試しでやっていこうと思います。はい、できました。すっげえ美味しそうでした。見て、じゃーん。10秒。あ、めっちゃいい匂い。めっちゃいい匂いです。大体この焼き目がつくまでうちのオーブンレンジだと6分ぐらいかかりました。オーブンレンジでグリル機能で6分ぐらい、フォークだけでいけそうですね。いきます。ほら見て、このジュワってバターが染みてる。うまそう。最高じゃんこれ。しかも表面カリカリ。いただきます。うまい。めっちゃ美味しいです。こことか最高ですよ。カリカリのとこ美味しい。これはキューハンサムです。非常に美味しいです。サクサク食感とそのバターによってちょっと香ばしさも出てて、溶けたバターがその蒸しパンに染みてジュワーってね、バターの油がジュワーって出てくるところもまたね美味しい。でもやっぱりその蒸しパンの空気を含んだね柔らかい生地でふんわり、コンビニで買ってきた安いパンが一気に出来たての美味しいパンに変身したっていう感じですね。ちょっとケーキっぽさもあって感動しました。ここまで美味しいと思わなかった。それは美味しくなるのは大体想像つくじゃないですか。思ったよりも美味しかったです。簡単にできるのでぜひ皆さんもお試しください。しっとり卵蒸しパンもねセブンでいつでも買えますし、なんと90円、安い。ぜひぜひお試しあり。いやー楽しかった。この動画が良かった方はチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。以上、ハンサムクロチでした。あ、なんか変な。以上、ハンサムクロチでした。バイバーイ。